皆さんこんにちは、ほのかです。本日はこちら、ででん、鬼滅の刃のソーセージ買ってきました。今回は3つ買ってきたので1個ずつ開封していこうと思うんですけど、中身はソーセージが3本と、あと全20種類の中から鬼滅の刃のオリジナルカードが1枚入っているそうです。すごい、20種類ってことは、まずメインキャラの炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、富岡さんもここにいるので入ってるんでしょうね。あと柱も、柱は全員おるかな。そうですね、ちょっと今回の狙いは禰豆子ちゃんにしたいと思います。当たるといいな。それでは早速開封していきます。お、なんか見えてしまいそう。ちょっと待ってよ。お、ソーセージでいい感じに隠れてる隠れてる。いきます、せーの、はい。ほ、見てください、めっちゃかっこいい。すごい、なんかみんなすごい真剣な表情をしてる。これ何の時のなんやろ。すごい、なんかさ、1枚に4人写ってるってすごいなんかお得じゃない分からんけど。あ、すごい、裏も書いてる。裏はですね、なんかこんな感じで場面紹介が書いております。読みますね。ちょっと、なるほどな、この時のシーンの紹介をしてくれてるんですね。朝日が昇り7日間の戦いの果てに生き残った剣士たちはたったの4名だった。あ、あれか、最初のやつか。なるほどね。皆さんぜひね、裏もね、買ってみて読んでみてください。すごい。めっちゃいいカードでした。イエーイ。次、どんどん行こう。せーの、はい。あ、逆やった。炭治郎、炭治郎。え、炭治郎これ。なんか大人に見える。炭治郎だ、かわいい。やったー、主人公ゲットです、嬉しい場面紹介一番最初らへんのこう炭をね、炭治郎が売りに出かけるときに家族に多分行ってきますって手を振ってる時のシーンなのかな。すごい、なんかほがらかないいシーンですね。すごい、炭治郎でした。ではラスト、ちょっとこの辺で禰豆子ちゃんが出てきてくれればいいな。でも今のところ被ってないのでね、嬉しい嬉しい。それではラストいきます。よいしょ、ほ、せーの、ほい。はっ、ゆうさんが、うわーい、富岡ゆうさんが出ました。かっこいい、え、めっちゃかっこいい、見てください。やったー、めっちゃ嬉しい。柱出ました。ということでカードはこちらの3枚が当たりました。イエーイ、嬉しいめっちゃ嬉しい。ちょっとね、狙いの禰豆子ちゃんは出なかったんですけども、結構ね、素晴らしいメンツが出揃ったので、とてもとても満足でございます。ウインナーもね、たくさんあるので、後で美味しくいただこうと思います。また皆さんもね、ぜひこんなカードが当たったよとかありましたらコメント欄に教えてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。